これわかんないよな、見つけらんないよな、きっとこれやばい。やったことあんの？あるある。あんの？ MRI あるよ。え、なんで？事故したとき。事故？事故ってなんだっけ？交通事故。交通事故ってなんだっけ？自転車で引かれた。いつだっけ？何年か前。結構最近だ。コロナより前で、だから5年前ぐらい。5年前ね、車に引かれたんだっけ。すごい忘れられちゃった。やばい。これじゃあやってる最中にくしゃみしちゃうの？帯状疱疹の薬に入ってるから全然花粉症なんか出ない。とにかくこうやって下がってった時に、あ、もう目つぶろうと思って目つぶって、そうそう、そういうのもね調べてけど、面談受けて、うんうん、なんか大丈夫そうですかねって言って、ああ多分大丈夫だと思うんですけどねなんていう軽い気持ちで言ってたんだけど、心配してなかったんだよ。今までそういうのなかったから、帰ってきてから読んだら目は開けない方がいいって、そういう人は遠くに行ってとか、アイマスクやるとこもあったよ。いや、自分がまさか閉所恐怖症だとは思ってなかったよ。そうかって、まあ私が何回もやってるもんね。その検査結果聞けんのかな。いや、もうそれはもう怖くなっちゃったんで、他の検査結果だけ聞きます。いいと。そんな恥ずかしいことできないわ。なんでだよ、なんで恥ずいの、恥ずかしいの。帯状疱疹になっちゃったんで。いつ？3週間ぐらい前かな。誰だ、今はしかがすごいから。あ、もうはしかのお洋服ワクチンやった。私あの、なっちゃったんですよ。あ、じゃあ一番強いの。そう、その来月にワクチン打つっていう時にかかっちゃって、なんで一回はそう確かにかかってます。子供の時にかかればもう大丈夫。そうなんですか。1回で大丈夫ですか。そうです。1回かかってればいいだって。もう1回ワクチンやるより2回ワクチンやる。おはようございます。現在私は日和田山のふもとに来ております。今日はここから越生の大高取山の方に登っていきたいと思います。先月視聴者さんの古府さんと大高取山で待ち合わせをしたんですが、日和田山から大高取山に向かうと宣言をしておきながら、結局寝坊をして越生駅から行くことになったんで、古府さんだけを歩かせてしまったという形になったんで、今日はその反省の意味を込めてここから大高取山の方に歩いていきたいと思います。ということで日和田山に、東側なのかな、向かっております。ここから行くと日和田山の前に目日和田山を通る形になるので、まずは目日和田山目指して歩いていきたいと思います。一つ目の山、目日和田山到着しました。次は日和田山向かいたいと思います。このカメラの、ケーブルをちょっとこの山道で落としちゃったみたいなんで、ちょっと探したいと思います。ただこの山道はすごい道になってないんで、どこで落としたかもこれわかんないよな。見つけらんないよな、きっとこれ。やばい。諦めるか。ということで今日はちょっと動画が少なめになっちゃうかもしれません。要所要所大事なところだけ撮っていきたいと思います。多分それでも電池が足らないと思うんで。まあ、とりあえず先進んでいきます。日和田山 302m 到着しました。まあ眺望そこそこ。ちょっと朝ごはん食べていきたいと思います。
お、富士山。分岐に来ました。それではここの分岐をこちらの方に、ここにはまた戻ってくるんですが、南向かい山かな、ちょっと寄っていきたいと思います。かなりやぶこぎでしたが、ここが山頂、南向かい山340m 到着しました。北方、多分この先に三角点があって、それがもう一個なのかな。行ってみるか。ちょっと進むか。ありました、南向かい山、南方。さっきのところから 5,6 分でしょうか。これが三角点ですね。よし、それでは来た道を戻って、小瀬名富士東向かい山の方に歩いていきたいと思います。さっきの分岐に戻ってきました。小瀬名富士の方に歩いていきます。こっちですね。それではここから次、すぐ近くにある愛宕山登っていきたいと思います。愛宕山 400m 到着です。次はこの道の向こう側にある観音ヶ岳なのかな。その次も観音岳とか、次とその次の山名が紛らわしいんですよね。降りてきたところを少し戻ったここの道を登っていきたいと思います。観音岳 410m 到着しました。それではここを下って観音ヶ岳の方に行きたいと思います。じゃあ、こんにちは。茶の岳山 450m 到着です。カニ穴山 460m 到着です。おお、眺望がいいところに出てきました。大沢山 480m到着です。次行きます。一本杉峠到着しました。それでは次、花曲がり山に向かって歩いていきます。花曲がり山到着しました。標高 447.3m 到着です。葛城観音まであと 2.7km、 山々を望む丘に到着しました。飯能アルプス方面の山なのかな。いろんな山が見えるようです。椎の木山到着しました。あー疲れた。展望峠に到着しました。ここから葛城観音までは大した距離はないと思いますが、途中1個プチピーク寄れたら寄りたいなと思ってます。
そろそろこのカメラの電池がなくなりそうなんですけど、よくよく考えたらもう一個 GoPro 持ってきてるんで、バンバンこっちで撮ればよかったなって、失敗しちゃいましたね。展望峠、おー怖い。多分この辺上上がってったんだろうな、コフさん。どっから入ろう。この辺だよな、やっぱこの辺から入ればいいかな。よいしょ。到着しました。ここがあれ、ん、あったあったあった、こっちだ、あった。上の山 300m 到着しました。それではまた登山道に戻って桂木観音を目指したいと思います。よいしょ。ルートに復帰しました。それでは進んでいきます。桂木観音展望台にやってきました。混んでますね。いやー、霞んでるな。でも天気はいいから。すごいね。何時に？7時ぐらい。西武線で来たの？あの、駒川駅。駒川駅 JR、 はい、駒川だって。そうですね、まあ駒神社の前を通って僕行ったんだね。そうそう、そうです。あんまりボロビア山抜けて、すごいね。でもそれみんなビデオ撮ってんの？そうですね、景色のいいところだけ、はい。どこから登ってこられたんですか？ここの下、小御所町役場。あ、これ一個余ってるの食べない。すいません、ありがとうございます。あ、町役場だと、じゃあお車。車町役場。ありがとうございました。いただきます。こちらこそ。最後の頑張りじゃあお先にね。あ、どうも、気をつけて。お気をつけて。おお、すごい。桜がこっちに向かってきてる。桂木山367m。 もう珍しい、誰もいない、もしかして。そして反省登山終着点、大高鳥山到着しました。あー、終わった。あー、景色がいい。休憩しよう。疲れた疲れた。ちょっと、さっきいただいたギンビスアスパラガスビスケットいただきます。うん、美味しい。これアスパラガスビスケットっていうのはアスパラガスが入ってんの？アスパラガスなんてどこにも書いてないな。どういうこと？うん、酒飲みて。アスパラガスビスケット食べたらますますお腹が空いてきて、ソイジョイも食べます。その後結局誰も来ませんでした。それでは、小御所駅に向かって降りていきたいと思います。根っこ山324m 到着しました。それでは西山高鳥の方向かいたいと思います。今西山高鳥方面向かってるんですが、ちょっとあの途中左の方にそれると東曽山、東曽山、ちょっと読み方わかんないんですけど、そんなような山が確かあるので、せっかくなんで行ったことないんでちょっと寄ってみようかなと思います。西山高鳥はこっちですが、東曽山は多分こっちなので、ここにはまた後で来たいと思います。
あ、来た。東祖山240m到着です。あー、もう電池ない。それではここで西山高取の方に引き返して歩いていきたいと思います。西山高取到着しました。いやー、西山高取景色すごい。それでは無名戦士の墓目指して降りていきたいと思います。無名戦士の墓にやってきました。よいしょ、綺麗だね。これは何、これは何ですか。桃。大観山176m到着しました。いやー、景色もいい。この上からも見れるんですけど、今日はもう疲れたんでこのまま下山したいと思います。もうシャガの季節ですね。花は詳しくないですが、シャガだけは分かります。結構シャガ好きなんですよね。ということで、この辺でお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。